今回は若さルミの二重スパイ説を考察していきます。コナンたちのクラスに副担任として急にやってきた若さルミは、これまでに犯人グループを2人でボッコボコにしたり、羽村さんを一撃で失神させるなど、めちゃくちゃ怪しい人物。登場した時はラム候補の1人として登場しましたが、ラムは別の人物だと判明したため、未だに仲間なのか敵なのかも謎のままです。この怪しい女は何者なのか。配給4869のホピが天才的な頭脳を使って突き止めたのは、若さルミの二重スパイ説です。若さルミが所属する2つの組織とは一体どこなのか、二重スパイ説を紹介していきます。アニメや単行本派の人はネタバレ注意でお願いしますね。まだまだ謎が多いものの、若さルミの正体として一番有力な候補と考えられるのはシークレットサービスです。若さルミのシークレットサービス説は別の動画にまとめているので、そっちもぜひ見てくださいね。シークレットサービスはアメリカの大統領も守る世界屈指のボディーガード集団。若さはこれまでいろんな場面で驚異的な強さを発揮していて、ある時には安室さんを失神させる衝撃的な出来事もありました。安室さんは赤井さんと互角に戦えるほどの強さなので、若さがどれだけ強いかはわかると思います。まあさすがに霊長類最強男子とも言われる京極誠ほどじゃないかと思うけど、その次くらいに強いかもしれませんね。シークレットサービスと思われる理由はこのような強さだけではありません。若さは頭もめちゃくちゃキレッキレなんです。シークレットサービスはどんな状況でもとっさに対応する必要があり、頭の良さも求められます。ガタイだけでかくて推理力のかけらもない某 FBI の無能捜査官みたいな感じでは務まりません。コナンと若さは何度も同じ事件に遭遇しています。いつもならコナンが真実はいつも一つとドヤ顔で事件を解決をするのが恒例のパターン。しかし2人が一緒にいる時には、若さがさりげなくヒントを出し、そのヒントをきっかけにコナンが事件を解決しているのです。このように若さは単に強いだけじゃなく、頭もキレッキレで、もしかしたらコナン以上の推理力を持つとも考えられることから、世界屈指のボディーガード集団シークレットサービスの一員だったと考えられます。さらに言うと、若さは17年前に起きた未解決事件羽田浩司殺人事件の最重要人物と言われるボディーガードの浅香だった可能性も高く、シークレットサービス説はかなり濃厚と考えられるでしょう。しかし若さルミに関係しそうな組織はもう一つあり、そこから二重スパイなのではと囁かれています。その組織とはイギリスのスパイ専門機関である MI6。 どうして若さは MI6 の一員でもあると考えられるのか。 MI6 に所属する人物としてすでに判明しているのは、赤井さんの母親であるメアリー・セラ。メアリー・セラは1048話なぜ泣いているの回にある本人の回想シーンで MI6 に所属していることが明かされました。では若さはどうなのかというと、 MI6 と思われる2つの伏線があります。一つ目はサーカスに関係する伏線です。世界にある情報機関や警察組織には通称が付けられています。例えば世界屈指の狙撃力を持つ赤井さんや運転技術だけが取り柄の男キャメル捜査官もいる FBI はビューロ、黒の組織に潜入中のキールこと水梨レナが所属する CIA はカンパニーなどがあります。では MI6 はというと、サーカスが通称の名前です。10年前に新一とランが赤いファミリーに会っていたさざ波の魔法使いでは、新一がサーカスのピエロだというシーンもあって、メアリー・セラの MI6 を表す伏線になっていました。このサーカスにつながる伏線が若さルミにもあったのです。それはコナンのクラスで一休さんの劇を発表することになったエピソードの時、一休さんの劇を発表することになり、劇で使用する虎の屏風を先生の若さが描いてきました。しかし若さはずっこけて自ら絵を汚し、自分のマンションにちびっ子たちを招き入れて描き直すこととなります。この回でやけに注目を浴びることになった虎の絵。虎といえばサーカスで火の輪をくぐる芸などが定番の動物ですよね。若さが自ら描いた虎の絵はサーカス、そして通称サーカスと言われている MI6 につながる伏線だったと考えられるのです。若さルミが MI6 と考えられるもう一つの伏線もこの虎の絵が注目を浴びた回にあります。それはコナンたちが練習していた一休さんが MI6 につながること。このエピソードは一休さんの劇をするところから始まっています。さらにこのエピソードの最後には一休さんは強調する場面もありました。
犯人に肘打ちをぶちかまして捕まえた若さはニュースに取り上げられることになります。このニュースを黒田ひょえと脇田金則も見ることになりました。その時に脇田金則が言った一言に注目です。脇田はニュースを見て、こいつはトンチが効いてるねと発言。トンチと言って思い出されるのは一休さんです。一休さんを数字3文字で表すと193になります。この193の数字を並び替えて向きを変えると、なんと MI6 の3文字が浮かび上がるのです。一休さんをやけに強調したエピソードになっていたことは MI6 につながる伏線だったと考えられるでしょう。以上のことから若狭瑠海は世界屈指のボディーガード集団であるシークレットサービス、イギリスのスパイ組織 MI6、 この2つの組織につながると考えられます。では若狭は2つの組織に所属する二重スパイなのでしょうか。ホピの考察からすると二重スパイではないと考えます。その理由は MI6 とシークレットサービスは敵同士と思える伏線がないからです。二重スパイは相手組織の極秘情報を入手することが目的です。実際過去にはロシアのスパイが素性を隠してイギリスの MI6 のスパイになり、イギリスの極秘情報をロシアに流していた事件もありました。でもシークレットサービスと MI6 が敵同士とは考えにくいし、コナンの世界での敵といったらあの極悪非道のお騒がせ集団黒の組織です。では若狭はどうして2つの組織に所属していた伏線があるのか。それは途中で組織を移ったからではないでしょうか。若狭は17年前の羽田浩二の事件の最重要人物であり、資産家のローバーアマンダ・ヒューズのボディーガードだった浅香の説が濃厚。しかし守っていたアマンダ・ヒューズは亡くなってしまいます。さらには恋人など親密な関係だったと思われる羽田浩二まで亡くなってしまいました。そのためボディーガードとしてアマンダ・ヒューズを守れず、自分の大切な人も守れなかったことからシークレットサービスを辞めた、または黒の組織への恨みから組織を壊滅させるために MI6 に移ったのではないでしょうか。シークレットサービスはあくまで人を守ることが仕事です。いくらムカついてもジンやウォッカに向かっていきボッコボコにすることはできませんし、組織の壊滅をすることは仕事の範囲外です。そのため若狭は世界の危険な組織と真っ向勝負ができる MI6 に移ったのではないかと考えます。以上のことから若狭瑠海は2つの組織に関係するけど二重スパイではなく組織を移籍したと考えられるでしょう。今回は若狭瑠海の二重スパイ説について紹介してきました。若狭瑠海が登場して5年近く経っていますが、まだ謎が多くいろんな説が考えられそうです。シークレットサービスはアメリカの組織で MI6 はイギリスですから、もし2つの組織に関わりがあるとしたら日本人なのかどうかも気になります。ホピ的には若狭瑠海は味方キャラだと思うけど、コナンの正体を知っていそうなことやアポトキシン4869のディストをなぜか持っていたりと怪しいところもあるので、あのポエム好きの野蛮人率いる組織のメンバーじゃないか、引き続き厳しく監視を続けていこうと思います。皆さんは若狭瑠海が所属する組織はどこだと思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。